海洋考古学は考古学の一分野である。国際連合教育科学文化機関の水中文化遺産保護条約が定義する水中文化遺産を研究対象とする学問である。一般には水中考古学と呼ばれている。近年では水中文化遺産研究という表現が使用される場合もある。考古学とは時間とともに変化し発展してきた。 過去の文化形態の再構成あるいは明確化を異物、または異構の分析に基づいて行う学問である。この異物、または異構が海洋考古学の場合、水中分解産と呼ばれるものになる。海洋考古学の目的は、水中分解産を研究することによって、人類が海洋環境に生態学的に適応する中から生まれてきた。 海洋文化を世界的かつ世界史的な脈絡から解釈説明していこうというものである。関連分野として海事考古学というものがある。主としてイギリス圏で使用され、その研究対象は必ずしも水中文化遺産ばかりではなく、陸上の遺跡から出土した丸木船や造船所あと、海系のような海事文化遺産とも呼ばれる遺物や、 意向を広くそのの考察の対象としている一方、海洋考古学や海事考古学は、一般的には、水中考古学という名称で知られている。海洋考古学が、水中考古学の理論的な側面であり、校舎は、実践的な側面であるという意見もある。日本では、水中遺跡あるいは、海底遺跡と命名されている場合もあるが、国際的には、 水中分解産という表現に統一されつつある。水中分解産保護条約によれば、水中分解産とは、文化的、歴史的、または考古学的な性格を有する人類の存在のすべての痕跡であり、その一部、または全部が定期的あるいは恒常的に、少なくとも100年間水中にあった次の3つのもので、ある。第1は、遺跡、構築物、 建造物、人工物及び人間の意外で考古学的及び自然的な背景を有するもの。第2は船舶、航空機、その他の乗り物もしくはその一部、その貨物あるいはその他の積載物で考古学的及び自然的な背景を有するもの。第3は戦士学的な性格を有するものである。第1の範疇に入る。 水中分解遺産には地震により海に沈降してしまったジャマイカ島のポートロイヤルやエジプトにあるヘラクレオンなどが含まれる。石管備や怪物遺骨などもこの範疇の水中分解遺産である。第二の範疇に入る水中分解遺産は沈没船やその積み荷などであり、以前からトレジャーハンターによる略奪の対象となってきた。 国際連合教育科学文化機関の世界遺産に登録されたレッドベイのバスク人捕鯨基地周辺から発見された沈没船遺構がその代表例である。第3の範疇に入る水中文化遺産としては世界で初めて水中文化遺産として世界遺産に登録されたアルプス山脈周辺の戦士時代のクイジョ住居群などがある。海洋考古学という学問に 独自の研究方法があるわけではない。通常の陸上にある文化遺産を調査研究するのとほとんど同じ手法が水中文化遺産の調査研究に適用されるだけのことである。水中文化遺産保護条約は水中文化遺産の原一保存を第一の選択肢として推奨している。すなわち水中文化遺産を渚から移動したり海底から引き上げたりしてはならず。 その現場において、考古学者が保存された水中分解遺産の研究を実施していかなければならないというものである。しかしながら、洞窟や港湾工事などによる破壊によって危険にさらされている場合には、適切な保存処理が行われるという前提で、遺没の引き上げも例外的に認められている。なお、完全に水没している水中分解遺産にアプローチするためには、 スクーバダイビングの技術が必須である。水中考古学のそれについては、ユネスコ水中考古学大学連携ネットワークが、安全な水中作業のための行動を公にしている。何百年、何千年もの長きにわたって、水中や、水中の査定下で何ら問題なく保存されてきた、水中分解さんも、引き上げられて、大気に触れるや、いなや崩壊が始まる。 水中分解遺産保護条約が水中分解遺産の原一保存を強く推奨している、ゆえんである。引き上げられた直後の水中分解遺産は、まず真水に浸水させる必要があり、その後、木材、金属、ガラス、比較ごと、それぞれに独自の物理的、科学的な保存処理を数年間、時として数十年間にわたり施していく必要がある。 17世紀には潜水症によって19世紀になるとヘルメット潜水の技術によって水中の異物の引き上げが行われた。19世紀中頃からはアルプス山脈周辺の戦士時代の区以上住居群の調査が開始される。しかし本格的に海洋考古学が始まったのは1943年にジャック・イブクス島によってスクーバダイビングの技術が発明されて 以降のことである。水中考古学の父と呼ばれるジョージバスは、1960年から地中海のゲディドニア、岬沖の沈没船以降や、ウルブルン、岬沖沈没船の調査を開始した。スウェーデンでは1950年代からバーサ号の引き上げ調査が、イギリスでは1970年代からメアリー・ローズ号の引き上げ調査が行われている。 韓国でも1970年代から新安沈仙の調査が中国では1980年代から南海一号の調査が継続実施されてきている。2013年に国際連合教育科学文化機関は同機関内にユネスコ水中考古学大学連携ネットワークを結成。日本からは東京海洋大学がそのメンバー校に選出された。 日本の考古学の歴史には、1877年のエドワード・エス・モースによる大森海塚の発掘や、1908年の諏訪湖定、曽根遺跡の発見など、その創世期から海洋考古学との密接な関係が認められている。日本の水中考古学の父である、サザイ・ヨシオは、1959年からビワ湖固定遺跡の調査を開始した。 1970年代からは日本初の沈没船以降の海洋考古学調査である海洋丸調査が北海道の江差港で始まり、1980年代から現行の古船場である高島神崎遺跡の調査が九州の伊万里湾で始まった。高島神崎遺跡は2012年に国の史跡となったが水中分解産として国の史跡に初めて指定されたのは 鎌倉沖の我が小島である。日本ではこのほか瀬戸内海の色は丸、和歌山県串本町沖のエルトゥールル号、沖縄のエーモンツなどの沈没船移行や、東京湾にある海報の調査が、継続実施されてきている。NPO 法人アジア水中考古学研究所は、網羅的な水中文化遺産の全国分布調査を2009年から2011年にかけて実施、その成果は、 海の文化遺産総合調査報告書としてまとめられている。ありがとうございます。